どうも、困った時はレイトタックル、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは J リーグの具象たちパート4。早くも具象シリーズパート4。皆さんからいただいた大量のコメントを参考に新たな具象を調査してきました。破壊、混乱、衝突、今回もチームを最悪の状態に導いた J リーグの監督たちを紹介していきます。1人目は柱谷哲司。現役時代は国際 A マッチ72試合に出場し、チームを激しく鼓舞するその姿から、東証と呼ばれた男は、2002年に3年間指揮を取った岡田武史の後任として J1 のコンサドーレ札幌の監督に就任しました。しかし J リーグでのコーチ歴すらなく、 S 級ライセンスを取ったばかりの抜擢に不安の声は方々から上がり、主力選手の一人であるディフェンダーの大森は、岡田さんが辞めてどんなサッカーになるんだろうというワクワク感もあったが、キャンプをやっていく中でもどんなスタイルで戦っていくかが今一つわからなかった。みんなでこれはやばいなと話してた記憶があると語りました。そしてサンフレッチェ広島との開幕戦、不安は杞憂に終わらず、スコア1対5の大敗を喫すると、当時を振り返り大森は、キックオフからずっとボールの取りどころが見つからなかった、ピッチがめちゃめちゃ広く感じてどう奪って攻めるかが見えない、早く試合が終わってくれ、前半で終わってほしいと願ったのはあの試合だけ、自分の方にボールが来ないでくれと思ったほどだったと散々な言葉を口にしました。さらに点取り屋として期待されていた新外国人ロブソンが全く活躍できずにいると、柱谷監督は第6節後の記者会見で、ロブソンには責任を取ってもらうと清々しいほどの責任転嫁。そして結局7戦して1勝6敗と悲惨な成績に終わると、チーム低迷の責任を取る形で柱谷監督は解任。そこから過去にいくつものチームを降格から救ったサルベージの名人イバンチェビッチ監督が就任するも、遥か深海へと沈み、沈没船と化したチームをサルベージすることはできずに、ノーアイディアという名言を残し、チームは最下位で J2 に降格しました。新人監督としてほろ苦デビューとなった柱谷監督でしたが、その後のキャリアも激渋なものとなっており、札幌を解任となった直後に国士舘大学サッカー部のコーチとして指揮を執るも、天皇杯で国見高校相手に敗退。2008年に東京ヴェルディの監督に就任するも17位で降格。2011年からは J2 水戸ホーリーホックの監督に就任すると、5年間チームを指揮し一定の成績を収めるも、その後は2016年 J3 ガイナーレ鳥取、2017年には JFL のバンラーレ八戸と、1年ごとに監督の任を解かれ、 J1 から JFL まで転がるようにステップダウン。さらに2018年に驚異の就活力で J3 のギラバンズ北九州の監督に途中就任するも、チームを立て直すことはできずに最下位に終わり退任。いつしか東証と呼ばれた男は東証と呼ばれ、現役時代の栄光は陰りを差し、その履歴書はお寒いものとなっていきました。しかしコーチとして若手を育てる手腕には一定の評価があり、現在は花巻東高校サッカー部のテクニカルアドバイザーとして育成年代の指導に当たっています。2人目はグラハム・アーノルド。ベガルタ仙台は当時 J2 だった2008年からチームを指揮し、強豪の一角にまで育て上げた手倉森監督のオリンピック代表監督就任に伴い、グラハム・アーノルド監督を招聘。アーノルド監督はオーストラリア代表やオリンピック代表のコーチ、監督を歴任し、前シーズンまで監督を務めたセントラルコーストではチームをリーグ優勝に導き、ACL に出場するなど経験豊富な名将として期待を集めていました。しかし2月に宮崎で行われたテレッソ大阪との練習試合、仙台はスコア1対4で敗れると、キャプテンを務めた角田は、あまり得るものはなかった、プレシーズンだからとは言ってられない、これだけの差があることにかなり危機感があると語り、不穏な空気が漂い始めました。そして開幕すると、結果も内容も散々なもので、公式戦8試合で0勝3分け5敗と大苦戦。結局1勝も挙げられないまま、4月9日に双方合意の上での退任という形でアーノルドはクラブを去りました。この結果を受けてアーノルドは、私は社長に直接話した。チームの年齢層に満足していないと。チームに多くの変更を加えることができなかったし、年を取った多くの選手たちが変化に抵抗しているとね。あたかも誰か他の人がチームを指導しているように感じていると。と一枚岩になれなかったチームの内情を明かしました。
さらに彼の地元であるオーストラリアのメディアがアーノルドの解任の裏側で起きていたチームの内情や解任に至るまでの経緯を書き立てており、その内容は当時はコーチであり新監督に就任した渡辺監督のアーノルドへの援助がほとんどなかったことや、ベテラン選手と結託することで早々とアーノルドの失脚を計画していたと陰謀論とも取れる主張を展開するなど眉唾なものもありますが、4月6日の浦和戦0対4で惨敗した後の移動中のバスでも選手たちが冗談を飛ばすなど全く緊張感のない状況や、アーノルドが招聘するまでフィジカルコーチが不在だったことなど、記事内では仙台の厳しい状況が綴られていました。日本では水が合わず愚瘡としての印象が残ったアーノルドですが、オーストラリアでは結果を残した名将として知られており、現在はカタールワールドカップを目指すオーストラリア代表の監督として指揮を執っています。3人目は秋田豊。鹿島アントラーズで不動のセンターバックとして活躍するとともに、フランスと日韓の2回のワールドカップを経験した男は、2010年7月、成績不振により解任された加藤監督の後任としてコーチから京都の監督に昇格しました。しかし監督経験がない秋田には荷が重すぎたのか、状況は全く改善せず、浦和戦でのハーフタイムコメントでは、浦和のフィンケ監督が前半と同じように集中した守備をしていこう、そしてゲームを支配しよう、カウンターで使うスペースが生まれる、そこから生かしていこうと具体的な指示を飛ばしたのに対し、秋田監督は何を怖がっているんだ、プロとしてしっかり戦え、全員で行くぞと監督としては何も言っていないに等しい、アニマル浜口風の劇を飛ばしました。そして結局就任後2勝3分け14敗という見るも無残な成績に終わり、4試合を残して J2 に降格。当初は2011年までの1年半契約となっており、チームが J2 に降格しても続投する方針でしたが、シャレにならない大不振により2011年度の契約更新を撤回され、わずか半年で解任となりました。その後はダゾーンの解説者として活動するも、鹿島時代の栄光が懐かしかったのか、試合そっちのけで鹿島の自慢話を始めたり、横浜 F マリノス対バンコクユナイテッドの試合中もなぜか自分がプレーしていた頃の鹿島の話をぶっ込みまくるなど大暴れ。あまりに空気の読めない解説にツイッター上でダゾーン宛にリプライで、秋田豊さんの解説をミュートにできませんかという要望が入る始末でした。そして2012年秋田は J2 から JFL への降格が決まり、1年での J リーグ復帰を命題にしていた町田ゼルビアに就任するも、前半戦を終えて9勝4分け4敗、勝ち点31で3位と苦戦。J2 昇格の権利が得られる2位とは勝ち点6差をつけられ、天皇杯シード権も獲得できなかったことにより前半戦途中で解任されました。名選手名監督にあらずを体現するかのように監督や解説者として結果を残せずにいましたが、2020年よりグルージャ盛岡の監督に就任すると、2年目の2021年にチームを史上初の J2 に導き汚名返上。さらに J リーグアウォーズでは J1 から J3 で1人ずつ選出される優秀監督賞に選ばれると、出席した秋田監督は、この賞は選手が頑張ってくれた結果と笑顔で選手に感謝の言葉を口にしました。というわけでいかがだったでしょうか。愚瘡ということでね、皆さんも思う愚瘡をよかったらコメント欄に教えてください。もうコメント欄見て動画作ってるみたいなもんなんで、よかったら愚瘡お願いします。情報求むということで、あと僕も愚瘡にまつわる話あったかなってさっき考えてたんですけど、ありました。はい、愚瘡にまつわる話ありましたね。あれ思い出したくもないな。18歳の時なんですけど、僕が一人暮らししてまして、でとあるコンビニで夜勤で働いてたんですけど、週5ですね、週5で働いてたんですけども、あの時が人生でも一番辛かったです。はい、正直で、皆さん夜勤って言ったら大体どんくらいに終わると思います？まあ朝ですよね。僕ね、昼前まで働いてたんですよ。でそれがなぜかというと、レジ点検っていうのがあるんですけど、それがね、コンビニで自分が上がる前に、レジのお金が合ってるかどうかを確かめる、レジ点検っていうのをしなくちゃいけなくて、で、それがね、普通1回でいいんですけど、なんかそこのコンビニ、3回しなきゃいけなかったんですよ。で、レジがね、3台あったんで、トータル9かな？ 9
休会しなきゃいけないんですよ。休会しなきゃいけないんですけど、そのやるのが朝のめちゃくちゃ混む時間なんですよ。博多駅からそんなね、遠く離れてないんで、めっちゃ混むコンビニで、その朝一番忙しい時間で休会もレジ点検しなきゃいけないんで、なかなか終わんないんですよ。だから朝9時に本当は退勤なのに、11時過ぎまで残ってたんですよ。で、腹立つのがこの9時から11時過ぎまでの間の時間、給料が出ない！2時間。むちゃくちゃです。あそこのコンビニ。で、さらにそれでマイナスでお金がずれるじゃないですか。これもやっちゃいけないんですけど、バイトがその分のお金を払わなきゃいけないんですよ。で、さらに朝6時ぐらいから店長のお母さんがレジが忙しくなるって言って来るんですけど、助っ人で。多分そのおばちゃんがずらしてる。そしてそのおばちゃんはお金を払わなくていい。なぜなら店長の母親だから。そしてそのおばちゃんめちゃくちゃいい人なので文句言えない。完璧な夫人。思い出しただけでムカつく、あそこのコンビニ。で、そんな感じでもうめちゃくちゃウルトラストレス週5で入って溜まってて、で、そんな時にですね、店長が、あ、もう人いないんですよ、そこもむちゃくちゃなコンビニなんで、あの森くんと、あの来週申し訳ないけど、あの1日増やして収録で入ってくれないかいって言われて、無理です店長と、もう週5でいっぱいいっぱいなんで、もうこれ以上入れないです、もう勘弁してください、お願い、収録で入ってもう人いないのよって、いや本当すいません、ちょっときつくて週5しか入れないんです、そっか、じゃあ仕方ないねって、そこでの話が終わって、で次の日パッてシフト見たら週7で入ってました。どういうこと？週7。はい、もうそっから偉いもんでね、どうしたかマジで記憶にないです。はい、だからあの店長は僕の中でとびっきりとっておきの一番の愚傷です。はい、もう思い出したくもない。なので皆さんも家族経営のコンビニには気をつけてください。もう言っとろかな、どこか。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメント、あ、前回は海外の愚傷のコメントありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。もう思い出したくない。